キング。どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回マンションカウンターカレー部なんですけども、有明ガーデンのイオンスタイルにします。有明ガーデン全体的にはですね、開業が延期になっているんですけども、イオンスタイルスーパーマーケットの部分ですね、すでに開業しているということで、今日はですね初めてそちらに行きたいと思います。このシティタワーズ東京ベイ自体はですね、内覧会も行っているところではあるんですけども、その時はまだ有明ガーデンできてなかったですからね。さてこれを左に折れるんでいいんですね。駐車場動線がちょっと未確認なんですけども、おそらくこれを左だと思います。カーナビは有明ガーデンの北側にセットしてあります。東関道の湾奈から乗って有明まで行かずに新木場で降りました。で、新木場からそのまますぐ走って左へ折れて、このシティタワーズ東京ベイのところにですね出るルートの方がやや早いかなと思います。有明の高速から出てもいいんですけど、少し遠回りなんですよね。台場方面一回回んなきゃいけないので、こちらの開越学園西を左に折れてみます。これで合ってるのか。およそ 200m 先目的地です。もう建物は見えてきましたね。駐車場がこっち側にあるのかどうかといったところでございます。ん、あるけどやってるのかな。目的地に到着しました。空って書いてあるんですか。これ左入るんですね。有明一丁目を左に入って、あ、これがもう入り口なんですね。警備の方立ってますね。原付の方は多分どこに止めるのか聞いてるのかもしれないですね。ちょっと先に行っちゃいます。このまま真っすぐ誘導されますね。バス乗り場っていうのが今ありました。これはどうするんだ。これは出口、あ、ここから入るんですね。あ、これ違う、荷物場ん、どういうこと。これは一体どういうことだ。ちょっとごめんなさい、わかりません。あ、そういうことか。あ、こっちか。こっちから入るんですね。ちょっとやや遠回りしたか。ここで自走立体に入ります。30分300円。適当に近すげなところに止めちゃいます。あ、新しい匂いがする。すごい新しい匂いしますね。すごくなんかこの建物の新しい匂いが、こういうの好きっすね。すごく、はい、到着しました。駐車券一応持ってこう、サービスがあるのかどうかですが、今駐車場を降りて、お、もうすぐ近くだ。便利だこれ。お、屋根もありますよ。駐車場のところからすぐですね。営業中店舗のご案内ってことで、今やってるのはイオンスタイル、スーパーマーケット、あとベーカリー、クリーニング屋さん、あとは子育て支援施設ですね。ほとんどカミンスーンなってますね。これは楽しみですね。ちょっとまた落ち着いたら来たいですね。で、駅からの動線の
ペデスティアンデッキ一応来てみたんですけど、全部がオープンしないことにはこっちは通せないようにするんですね。こっちのミニストッパーやってます。かっこいいですね。シティタワーズ東京ベイ店、なんかこのかっこいいマンションに合った色なんですけど、文字は可愛いってとこがいいですね。ゲームセンターのセガが入るのがめちゃくちゃ楽しみですね。コインゲームコーナーがどんな感じかな。すごくメダルコーナー充実してると面白いですけどね。どんな感じ、あと UFO キャッチャーとかですよね。まあいろいろそれぞれやりたいゲームはありますけども、いやちょっと楽しみですね。駐車場も緑化されててすごく綺麗ですね。これ結構大きな出入り口ですね。かっこいいですね。オープンが待ち遠しいです。今東側のこの通り抜けられる広場来てるんですけど、結構高校生カップルがイチャついたり、いいですね。なんか有明もそういうエリアになってきましたね。いいですね。それぞれ住んでるタワーマンションが違ったり、もしくは同じマンションだったり、いやいいですね。そういった恋愛模様もですね、どんどん生まれていくんでしょうね。今回この商業施設ができてから住む方は、まあ、ある程度こう街が、利便性が高くなってから住む形になりますけど、もっともっと前、まあ、マーレとかですね、住んでた方は、まあ、逆になんていうんですかね、まあ、最初はまあやや不便という面もあったと思うんですけど、この変わっていくから好きっていうのもあるんでしょうね。いやでもそういうのありますよね。東京湾が昔から住んでる方そうですよね。まあ、だって最初はなんでこんな不便なところみたいな目で見られても、でもそれがいいんですよ。変わっていくところが好きだから楽しいわけですからね。さあさあさあ、買い物して帰りますかね。買い物終わりました。で、駐車場の料金なんですけども、住友のカード持ってるとどれもプラス1時間ですね。で、持ってない場合2000円以上で1時間。ちょっと渋いっすかね、駐車場設定は。なんかもう一般のお客様のところももう1時間ずつぐらい多くてもおかしくない気はしますけども。事前精算機があるのでそこで精算します。買い物したから0円です。よかった。元気はつらつオロナミン C。 出口は綺麗ですね。まあ今はまだスーパーがメインなので、そんなに車で来てる人いないですけどもね。商業施設がオープンするとすごく混むでしょうね。出口一旦これ下に、北東に進みます。一旦下に行く感じですね。ここはまだ使ってないんですね。まあ、今はまだキャパ的に必要ないんで閉鎖してるようですけど、これ下の部分すごい広いですよ。あ、すげえ。あ、もう認識してくれるんですね。今カード通してないですよ。事前精算しとけばナンバーでやってくれるんですね。これは楽ちんですよ。から乗りますかね。さっき入ってきたとこですよね、確か。そうですね。およそ150メートル先、ここを左方向です。左か右で行く形になるようです。
ストもすごい売れてます。ウエスト結構投資で買った方多いですよね。ウエストも一気で安かったですもんね、まあ、駅に近いっていうのもありますし、売れ行きだとウエスト一番なのかな、まあ、ウエストセントラルですよね、まあ、イーストは、これから売っていくっていうところでまだまだ残っているでしょうけど、まあ、こうやってスーパーができると自然と売れるでしょうね。左折れます。さっき新木場で降りてきたんですけども、千葉方面から新木場で降りたんですけども、千葉方面からこっちに来るときに、豊洲で出て U ターンするパターンで、有明まで行っちゃって、あのブリリアの今作ってるミッドクロスとかあの辺を通って行くパターンでもいいって言ってましたね。新木場で一般道降りちゃうと、まあ、これ千葉から目線ですけど、新木場で一旦降りちゃうと一般道もし混んだ時引っかかっちゃうんです。それだったらもう有明まで行っちゃってブリアのところを回る方がいいって言ってました。あとはまあ豊洲まで行って戻るかってとこですね。まあ、この辺は本当高速道路が便利ですもんね。まだそれゆえ、前の動画とかでもお伝えしたと思うんですけども、交通量多いんですよね。東京湾岸のエリアの中でも交通量が多いエリアということで、どうしてもこの、まあ、今はそんなになんですね、トラックからすごい煙が出る時代でないにしても、やっぱ多少なりはですね、他の湾岸に比べると空気感が違うかなと感じる方は多いかと思いますね。ない。だいぶルイネットホテル初日泊まったの懐かしいですね。めっちゃいいホテルでしたね。イベントの日なんかはもうすごい人気ですもんね。有明入るときはこれを左に折れます。住民の方が渡るところですね。およそ300メートル先、右方向、信号ある感じですね。入り口です。こっちが北側の、あ、そうですね、南側の方ですね。長ボロの計算はこっちありますけど、ここもどうしても交通量があるんで、これを嫌う方は商業施設側を買われてますよね。あとはいえこっちも十分口取ってますからね。電車移動の人も車移動の人も便利ですよね。電車も満員電車と無縁ってのがいいですよね。だから渋谷新宿勤務の人もなんかこう満員電車に揉まれることなく通勤ができます。帰りも新宿で飲んだ後も満員電車に揺られず帰れるっていうのが魅力ですよ。これ有明の高速入り口ですね。これは横浜方面なくて東関道方面です。これから開幕会の店舗の方戻りますので、もちろん千葉方面に入ります。ここはもう3車線なんですよ。首都高ですけど3車線です。すごく便利ですよ。
に幕張方面に行けます。湾岸同士って近いですよね。北中行った時も横浜方面もずっとこの湾岸の方の道で行けるので、首都高みたいにこうくねくねしてたりとかそういう楽しみはないですけど、だから帰るとき豊洲出口であえて出るといいかもしれないですね。そうすると夜景がバーって入ってきまして、もうまだもう晴海まで夜景楽しんでから戻ってもいいかもしれないですね。あそこの夜がたまらんすよね。でここは来るときは新木場で降りたんですけど、新木場で降りてからもすぐでしたけどね。一般の渋滞もししてる可能性あるんであれば有明行っちゃった方がいいってことでしたね。でこれそのまままっすぐ行くと葛西のとこです。これここの場面だとまだこれ一応右追い越し車線じゃないですよね。トークアウト入ってないので、だ一応走行車線なんですよ。この左、あ、この道は右も基本的にあんま右って長々と走っちゃ、まあ、ダメよって、まあ、追い抜く時だけよってとこですけど、ここはもう走行車線になってます。ここからがまだ首都高なんですよね。だ結構先まで千鳥町のとこまでは首都高なので、首都高にしては走りやすいところですね。こっち側はもう速度制限も通常で80なので、そこそこスピード感も出せますね。首都高の情報です。三郷ジャンクションまで中央環状線経由で25分ほど、大関東経由で35分ほどかかります。今右の方に葛西臨海公園見えてます。こっからもう京葉線とずーっと並走しますね。ほぼほぼThank you.
ーズが見えてきましたね。
津船橋を越えた次の出口の湾岸奈良市のが海浜幕張に一番近い高速の出口です。これが八津船橋を通り越します。30分かかんないぐらいですね。これを左に折れると幕張ベイパークへの入り口となります。スカイグラウンドタワーももう最上階到達しましたね。この白い囲いのところは将来的にですね、何がしの商業施設になる予定です。4モールがあるので、こっちは本当にスーパーメインって感じですね。こっちはもう生活のための用スタイルですね。有明の方は遊ぶ場所もあります。ここはもう遊ぶ場合はララポーというか4モールか、もしくはまあ海浜幕張の駅前ですね。シティタワーズ東京ベイにするか幕張ベイパークにするか、このイオンスタイル基準で決めても面白いのではないですかね。2つ見学してみると面白いかもしれません。はい、戻ってきました。いや、ちょっとお腹すきすぎてポテトを食べてしまったんですけども、今日もシンプルです。というか、あの幕張ベイパークのイオンと店内めちゃくちゃ似てますね。まあ、同じイオンスタイルで時代も一緒っていうところと、あとレジ号だったりとか、まあ、商品構成もほぼほぼ一緒ですよね。今日のカレーはこちらにしました。スパイシーカレーです。フリーデンスパイシーカレーで、ちょっとお米もなんかいいの買ってみました。晴天の霹靂でございます。はい、完成しました。それではいただきたいと思います。うん、あめにゃ、とてもスパイシーですね。はい、ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。概要欄の方にですね、関連記事を貼っておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。